沖縄手帳発行人の時間第309回。この番組は沖縄手帳を発行する前城徳七さんが沖縄手帳をめくりながら内縄のことをもっと知りたい皆さんに沖縄の今日の出来事、沖縄の再発見、沖縄の歳時記について語ります。はい、皆さん、ゆすうよ中がなびら、まあ、正月ですので、いい正月でいびる若くないみそおちというのが沖縄の挨拶らしいんで、新年になってお互い若返っていきましょうということで、今年もまた一つよろしくお願いいたします。今年もゆたさるぐとうにげさびら、はい、はい、今年も沖縄を愛するくぬ大使をお送りしていきます。さて、番組を通して魔順沖縄の時間を取り戻しませんか。面白いコーナーをご用意しています。ティーチ今日の暦、ターチウチナークイズ、ウチナーマニアは腕試ししてね。ミーチメインコーナー、沖縄の人に忘れてほしくない過去の出来事について詳しく掘り下げる沖縄の今日の出来事があります。ぜひ56分までお付き合いください。手帳発行人の時間では皆様からのメッセージや質問、リクエストを募集しています。クイズのコーナーにもお気軽にご参加ください。メールアドレスは沖縄手帳@gmail.com okinawatechou@gmail.com です。また YouTube ライブとツイキャスで映像と音声も配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができます。そちらもお楽しみください。そして Twitter と連動していますので気軽にツイートしてください。また同時放送をラジオ以外でも聞くことができます。パソコンやスマホから聞くことができます。アプリリッスンラジオまたはマイチューナーを入れていただきまして、こちら無料アプリです。全国のラジオ局から FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じものをお楽しみいただけます。それでは沖縄手帳発行人の時間スタートです。この番組は山陰札の提供でお送りします。今日の小読み沖縄手帳からうんぬきやびら、今日は2022年1月4日火曜日です。旧暦では12月2日干支は日の富。今日は観光庁御用始め、そして1995年の今日、秋篠宮第二皇女佳子さまのお印にユーナを採用。そして1991年の今日、県刈牛長寿大学校開校。週初めの日の出日の入りは7時17分、日の入りは5時50分です。初日の出は見ましたか？うん、初日の出ですね。いつもその時間はトロピカルビーチにいるんですよ。泳いでるんですよね。はい、いやもうどんなにすごいことか分かりましたよ。いやいや、私クリスマスに朝7時に行ったんですけど、いや真っ暗だった。いやもういるだけで
めちゃくちゃ寒かったですけどすごい風で、あんな中泳いでるんですか。はい、でもちょっと時間が経つとね、はい、その日は多分雨も上がったと思いますし、午後からも晴れてきたんじゃないかな。あ、はいはい。ただ海に入ってると太陽が昇ってくるのが陸側なんでね、日の出が上がる瞬間というのはちょっと見えないんですよ ね。 あ、そうですね。ビルの上から昇ってくるんです。はいはいはい。でいつもですけど普天間基地から流れてくる米軍国歌と君が代を聞いて陸に上がってくるという。あ、じゃあ8時ですね。8時ですね、はい、やってます。あ、いやでもすごい健康的だと思います。うん、まあ結構お年寄りの方がいましてね、うん、正月元旦に泳ぐとそこで呼ばれてですね、一緒に祝辞しよう、お正月のお祝いしようと言って。あ、そうなんですね。これ早朝泳ぎ仲間で、はいはい、はい。まあったかい飲み物だとかお菓子とかいただきましたけどね。へえ。私が泳ぐのは大体8時前後なんですよ。はい。で何時に来るんですかって言ったら6時半とか、はい、言ってましたね。6時半とか暗いですよ。真っ暗の中で泳いでるみたいですね、はい。いやでも朝一であれだけのすごいえいっていうことをやると、もう一日なんかいいスタートが切れるなと思います。うん、最初はね寒くて大変だろうなと思ったんだけど、はい、やってるうちに海の中に入ってしまえばそんなに寒くはないし、陸に上がって水をかぶって体を拭くとですね、まあお湯をペットボトルに入れて打っていくんですけどね。おそれで頭からかぶって、体を拭くとポカポカしてきますね。わかります。あれ、はい、ポカポカしますよね。はいはい、泳いだわけじゃないですけど。そうなんですよ。で、なんだろう、なんでだろうなと思って聞いてみると、皮下脂肪が燃焼するらしいんですよ。へえ。これじゃダイエットにもいいのかなと。そうですね、思っていますけど、今のところ変化はあまりありません。足りないんですかね。足りないか。おー、じゃあもうやめられないですね。だから分かるんですよ、早めに泳いでる人たちは、海から上がってですね、そのまま駐車場まで水着姿のまま走っていく人もいるんですよ。はいはい。だから体がポカポカしてあったかいからできるんでしょうね。はい、いや慣れたらできるかもしれないってちょっと分かります。はい、はい、そうだということです。やり始めるのが大変なんですけどね。はい、ぜひこの新しい年なので何かやり始めえいっていうのがね大変かなと思いますけど、やり始めたらね意外と逆にやめるのが難しいかもしれないですね。はい、おっていうね、はい、初日の出を、初日の出の話からでしたけどね。拝んできました。はい、拝んできたというかな、まあ、空に登ってからしか見れないんで。うん、はい。では、再放送をお聞きの方は今日は1月9日日曜日です。ですね、行きましょうか。コーナーに行きます。はい。では、ウチナークイズのコーナーです。今日は何の問題でしょうか。はい。まあ、先ほども話が出ましたけど、最近年寄りの冷水でコンベンションのところのビーチ、トロピカルビーチって言ってるんですね。そこに毎朝泳ぎに行ってるんです。泳ぎっていうか海に浸かりに行ってるんですけど。最近気がついたのがあってですね、そこ の、 公園の片隅、ビーチの片隅の、はい、実はチリ箱の近くなんですけどね、そこに大きな石碑があるんですよね。一体何だろうかなと思ってこの前見てみたんですよ。そうすると和歌山牧水 の、 火碑が立ってるわけです。結構大きいんですよ。和歌山牧水は、まあ、明治時代に生まれて昭和の3年頃亡くなった日本を代表する歌人なんですね。うん、でその人の歌がなぜトロピカルビーチに歌碑があるんだろうかなと非常に不思議に思っております。うん、で今日はこれに関連した問題なんですけど、トロピカルビーチにある和歌山牧水の短歌歌碑ですね、は次のどれでしょうかというちょっと難しいかもしれない問題なんですよ。あ、じゃあ歌を選ぶんですね。はい。ティーチ。ティーチ。白鳥は悲しいからずや空の青、海の青にも定まず漂う。これね中学生か高校生の時にこ
国語の教科書で習った方も多いんじゃないかと思います。白鳥は悲しからずやっていう歌ですね。ターチが足取りを忍ばせていけば台所に我が酒の瓶は立ちて待ちおる足音、はい、足音を忍ばせていけば台所に我が酒の瓶は立ちて待ちおると。いやでもそれだったら海に関係ないから、あ、まあまあ聞いてみましょう。ミーチは何でしょう、はい、これがターチですね、はい。ミーチは行く山川越えざりゆかば寂しさの果てなん国ぞ今日も旅行く、これも岡山牧水の代表作ですね。岡山牧水は旅が好きでお酒が好きでという主人家人なんですよ。そして全国に300余り歌碑があるそうです。日本の歌人の中では、はい、最も多いんじゃないかと言われています、はい、で調べてみたら沖縄にもそのトロピカルビーチにちゃんと一軒あったということです。で何の歌がここに刻まれてるんでしょうかという話なんです、ね、これはトロピカルビーチで読まれたっていうことですか。いやいや違うんだ、亡くなってからですね、随分経ってから、戦後です、この歌碑ができたのは。あ、歌碑ができたのはそうかもしれないんですけど、うん、なぜそこにあるかっていう、それも含めてクイズなんですか、はい、それも含めてクイズです。なんでしょうね。まあ旅とお酒が好きで、余談ですけど亡くなった時に41、2で亡くなってるんですけど、毎日お酒を一生飲んでたらしいんです。毎日一生、毎日一生、はい、一生瓶を飲み尽くしていたらしいんです、はい、で亡くなってしばらく経っても死体の匂いがしないということで医者が不思議がっていたんですね、うん、その医者がとても感激したのが、いや和歌山牧水先生はアルコール漬けだったんで生きたままアルコール漬けになってるかもしれませんねというふうに言ったと言われるほどです。うわ、腐らないはい、もう生前からアルコール漬けになっていたと医者が驚嘆したという話があるんですけど、うんうん、まあそれをさとしてですね、沖縄のビーチにはどういうふうな和歌山牧水の歌が立ってるんでしょうかということですね。ちょっと宜野湾の人は分かるかもしれないです。あんまり分からんと思うな、うん、はい、でも大きい石碑なんですよね。大きい石碑です、うん、答えは番組の最後に12時前にお知らせします、はいうん、はい。沖縄手帳箱人の時間をお送りしております。それでは今日の話題です、はいはい、沖縄のお正月についてですね、はい、年の初めのスタートなんで沖縄のお正月についてちょっと話してみたいなと思います、はい、知りたいです、はい、よくねお正月、沖縄のお正月には3つあるということよく言われますね。3つ、はい、新暦の正月、あ、旧暦の正月、今年は2月1日が正月ですね、はい、旧暦、そして、あと一つが愚数の正月、あの世の正月ってやつですね。16日祭
とも言われています。旧暦の1月16日がその日に当たるんですよ。今年は2月16日になるわけですね。この3つがあると言われています。はあ、そっか。じゃあそもそもこの新暦で正月祝ってる人ばかりとは限らない。限らない、はい。特に先島だとかやんばるあたりはこの16日祭、旧暦の1月16日はとても盛んなんですよね。そこお墓の前でみんな集まって、食事をしたりするね。沖縄本島で の, あの牛意味と同じようなものなんですね。だから、1月16日はあの先島行きの便、離島便は結構満杯になるんですよ。皆さんあの沖縄手帳で調べてですね、早めに予約してるというふうに言ってました。でさらには戦後はですね、あの米軍がやってきましたんで、米軍のクリスマスを見てですね、これはアメリカ正月だというふうに言ったと言われてますんで、まあ、これは番外ですけどね、沖縄には3つの正月、それからアメリカ正月もあったということです、さてその沖縄のお正月ですけど、これはもうあの旧正月がごくごく一般的だったわけですよ。で、農家とか一般の方は旧正月をやって、お役所は新正月をやりますんで二重になるわけですよね。で戦後ですね、あの新正月が普及してきたというのは、戦後お役所があの運動を取りまして、新生活改善運動というのをやって、正月一本化運動というのを始めたわけですね。生活も苦しいのに2回も正月をやってるわけにはいかないと、これからは新しい生活は新暦でやろうということで呼びかけたわけなんです、でこれは1956年ですから、昭和31年の4月24日に琉球政府は新生活運動推進協議会というのを立ち上げたんです。そして各市町村、各公民館とか各婦人会にも呼びかけたんですよね。でこの結果ですね、これ当時 の, あの琉球政府の資料によりますとですね、1960年昭和35年ですけど、この時に、新正月を実施していた世帯というのは全体の 8.56%、 つまり 10% もいかなかったらしいんです。だけどその後あのこの新正に一本化しようという運動をかなり行いましてですね、これが 47%、 数年で 47% に急増したと言われていまして、それを機会に沖縄の正月風景が様変わりをしたと。でも実際困ったのは農家なんですよ、農業の方。でなぜかと言いますと、沖縄手帳の今週のページの上にも書いてありますけど、サトウキビ製糖工場への搬入が始まるんですよ、新暦の正月のあたりに。つまり農家とかね、製糖工場は忙しくなるわけですね。その時にお正月やらないといかないということで大変困ったということらしいんです。休んでられない、本当は休んでない、だから農家にとっては旧正がちょうど良かったわけですよね、また糸満とかああいう漁村ではこれ潮の満ち引きと関係がありますんで、今でも旧正をやっているということなんですね。ただこの、新正月一本化運動の時にはですね、行政側がかなり教育をやりましてですね、各教育委員会、学校に対してこんな指示が出てるんですよ。旧正月における児童制度の休業、休み、早退、代休は一切認めないと。そこまでやって厳しく取り締まったですね。これがね、大きな効果を生んだというか影響を与えたんじゃないかなと思います。欠席扱いになるんだったら行かないとしょうがないですよね。そうなんですよ。子供が行っちゃうと親もね、しょうがないんで。ということで新正月が普及していったんじゃないかなということなんですね。しかしそもそもですね、東南アジアを見ますと旧正で祝うというのがごくごく一般的なんですよね。中国は新節で有名ですよね。正月のお祝いのことを春の節と言っていますし、中国、韓国、台湾、モンゴル、ベトナム、ミャンマー、シンガポール、マレーシア、インドネシアなど、これらの国はみんな旧正で正月のお祝いをするんですよ、だから東南アジア文化圏の中で新正でお祝いをするってことにしてるのは日本ぐらいじゃないかなと思うんですね、だから沖縄は
昔はその東南アジアの文化の流れを組んで旧朝に祝ってたわけですけど、はい、それが日本政府の中に吸収されまして、まあ、アジアから抜けてしまったというか新朝の国に変わってしまったということになっちゃうわけですね。だから旧朝がやってた方がグローバルというか、まあ、国際的な感覚ができたかもしれませんね。さて続けてお正月の挨拶の言葉なんですけど、まあ、日本全国どこ行っても明けましておめでとうございますというのが一般的ですね、はい、で地方に行ってもそせいぜい名前がついたり語尾が変わったりするぐらいなんですけど、沖縄だけは思い切って変わってるんですよね。いい正月デービル若くないみそうちいい正月ですね若くなりましたかっていうのが明けましておめでとうに変わる言葉なんですね。明けましておめでとうっていうのは昔はほとんど使わなかったという話なんですよね、うん、これ非常に珍しいですよね。で沖縄だけかというと本物の方を調べてみると鹿児島にも一部残っているということで、鹿児島自分では正月の挨拶で若くないやっつろうっていうのがあるんですよ。若くなろうという言葉があるらしいんです。まあそれが少し、沖縄の影響を受けているのかなということですね。なんで沖縄の影響って分かるんですか。まあ、そうそう沖縄 の, 若くないみそうちで若水思想というのがね強く伝わったんじゃないかなと。まあ琉球列島奄美それから鹿児島の一部ということでこういう言葉が使われているんだそうです。でそもそも明けましておめでとうのおめでとうという言葉自体がですね、物の方によると木の芽が出るとかですね葉っぱの芽が出るとかいう芽が出てくると新しいものが生まれてくるということから出た言葉らしいんです。つまり新春春を迎えて冬が去って春を迎えて1年が回って新しい命が宿ってくるということからおめでとうと新しい芽の芽吹きだということがこの言葉になったらしいんです。そうするとおめでとうございますということもやはり一年の季節の巡りそれから新しい季節によって、若返るということとつながっているんじゃないかなと思います。昔 の, 沖縄のお正月のことの体験を書いているのを見ますと首里とか那覇ではですね若水汲みの声から夜が明けたというふうに言われていますね。あ、夜明けに、はい、那覇とか首里ではですね昭和の初期まで元日の早朝には若水デイビル若水ウサギヤビラ若水ですよ若水を買いませんかというふうに若水売りの声がしたんだそうです。あ、売るんですか。汲むんじゃなくて、はい、首里とか那覇はですね、首里だったら、まあ、由緒あるところでしたら首里城の中の お水とか那覇だったら、大野山のウティンダの水だとかそういう名所の水を汲んでそれを売り歩いていたらしいんです。そうなんですね、まあ、田舎に行くとねそれぞれ村側といって村の井戸がありますよね。あれ湧き水がありますからそこに行って、水を汲んでくると年の一番最初の水で地域によって、若い男の子だとかですね女性だとかで少しずつ違いがあるみたいな。で面白いのはその若水汲みに行くときに人に会うのは良くないと会わないで汲んでくるのがいいということでわざわざ夜中にですとかねあるいは他の人が行かないようなところの若水を汲んでくるとか、うん、そういうこともやっていたらしいんです、うん、でその若水を仏壇に備えまして、家族指先につけてですね家族の額を3回撫でるとこれ海なでお水なでって言うんですけど、それをやった後で、家族みんな揃って仏壇にうとうとうして、年の初めのお祝いをしていくと、いうことらしいんですよ。まあ昔はこの辺も村側で、湧き水から汲んでたんですよね。水道が普及するようになるとしょうがないんで朝一番の蛇口から出てくる水で若水をやったと言われています。ところが
例えば金の深大川などはあの湧き水がとっても有名なんですよ、うん、ところが、最近ではあの米軍基地から、有害フッ素化合物 PFOS がたくさん流れてきて、今はそういう村側の水が飲めない、汚染されているというのが、まあ、去年おととしあたりから盛んな問題になってますね。だから湧き水自体を取りに行くっていうのはどうもやばいかもしれないということになってしまっておるんですよ。ちょっとわじわじですね。で、流下に改まぬ年にタントクブカザティくくるから姿若くないさっていうのがありますね。これはよくあの流部では使われる知られているんですけど、うん、新年の年にタントクブ炭と昆布を飾って心から姿を若くなっていきましょうね。炭と昆布を飾るのはあの語呂合わせですね。タント喜ぶというところで出てくるらしいんです。だからしめ縄は沖縄ではもともとなくて、木のわかめを切ってですね、松のわかめを切ってそれを刺してそれをあの若松というふうに言ってたらしいんですけど、沖縄でもこうしめ縄が普及するようになってくると、あの沖縄のしめ縄を見てみると真ん中の結んだところの下にちゃんと昆布と炭と昆布それからみかんを飾っているっていうのがありますね。これは本土にはない習慣ですね。さてさて、その若水はあの沖縄では非常に普及している習慣なんですけど、本土でももともとあるんですよね。ただその正月の若水をやっているところもまだあるとは聞いています。まあ、有名な小林一茶の俳句に、まあ、あの宮田さんも中ぐらいなりオラが春というのを歌った方ですけど、あの明代に若水浴びるカラスかなっていうのがあるんですよ。明代っていうのは身代わりですね。自分の代わりに若水を浴びてるカラスがいると。まあ寒いんで若水がカラスが代わりに浄水してるのを見て自分の代わりにやってるんだということにやったんでしょうね。まあ、それからこれはあの有名な詩人ですけど、このウルマン、サムエル・ウルマンの詩の青春というのがよく、まあ、10年ぐらい前かな、流行りました。その中で青春とは心のある期間を言うのではなく心の様相を言うのだといいことから始まっていく結構長い詩がありましたね。これはいろんなところであの聞かれるようになったんですよ。ただこれを言ってる方はほとんどお年寄りだったんですけどね、その詩の中にあるように結局あの年というのは物理的な年とかいうのもありますけど、気持ちの持ち方で随分心が変わってくるというのもありますので、流下にあるように年の初めに気を引き締めて、心から若くなりていくさというふうなことを正月にはぜひ考えたいもんだなというふうには思ったりしてます。はい、さてあと一つ、あの沖縄手帳の冒頭のページにはですね、あの毎年、2020年やマジュン花宝サビラ一緒に幸せになりましょうという言葉を毎年掲げてるんですよ。でここ2年間はその言葉の下に冷やみかじ節の一節を載せてます。これは首里城が燃えた後に載せることにしたんですよね、はい、その首里城復活復元の時のに沖縄応援歌としてこの冷やみかじ節が注目されてね、いろんなところで歌われるようになりました。で沖縄手帳でもその沖縄応援歌である冷やみかじ節を取り入れて、最初のページに載せようと。これは首里城復活にの取り組みに対する激励でもありますし、コロナが流行ってきましたんでそれに負けないでおこうということだったんですね。で2021年版では5番を載せたんですよ。冷やみかちうきりわしたくぬうきなわ世間に知らそう、世界に知らそうっていうのを出してくる。で今年の2020年版ではですね、何立ちるうちな宝島でむぬくくるうち合わせうたちみしょり、
有名な沖縄は宝島なんだから心を合わせてさあ立ち上がろうというような歌を文章に載せています。2022年ですか。はい、はい、そうです。前から気になってたのがその4番なんですよ。4番にちょっと変わったというのがあってですね、これはあの 虎に関係するんですよ。今年は虎年なんで、その4番を紹介しようと思うんですけど、ワンヤトラデヤムヌハネチキティタボリナミジパシフィックワタティナビラ面白いですね、自分は虎だから羽をつけて羽をくださいな、ナミジパシフィックっていうのもまた面白いですね。この太平洋を渡っていきたいんだと、俺は虎だ羽をくれ太平洋を飛んでいくぞというような形の歌で、これは面白いなと思います。でこれを誰が作ったのかということなんですけど、ヒヤメカチ節はあのアメリカ移民のリーダーの一人だった平新吉さんという人が、ね、戦後沖縄に戻ってきて、あまりにも沖縄の被害が凄まじいのを見て、その励ますために作った歌だと言われていますね。でそれに、作曲家の山内製品さんが曲をつけて2番以降を追加したとも言われています。またこの曲があの早弾きの歌として、上川成人さんがよく歌うんですね。そして中にはですね、上川成人が作った説もあの節も入っているんだということもありまして、これちょっとはっきり分かんないんですけど、まあ、分かっているのは1番は平慎介さんが作ったんだろうと、で2番は山内製品だろうと、2番と最後かなは山内製品だろうと言われてまして、真ん中の3、4は上川成人聖子が作ったんじゃないかという話も聞いたことがあります。で今日紹介するのはこの4番ですね、ワンヤトラデヤムヌっていうんですよ。トラデムヌ、トラデムヌ、じゃあなんでここでトラが出てくるのかというのが不思議だったんですけど、山内製品さんの十二支がトラ年だということで、ここから来てるんじゃないかという話のようです。上川成人さんは犬年なんですよ。で平慎介さんは猿年なんで、虎年の山内製品さんがこの詩を作ったんじゃないかなと。そうすると4番を作ったのはそうそう上川成人じゃなくて山内製品だったのかなという話になるんですけど、ちょっと変わった詩なんで、これも聞いてみようかなと思ってます。聞いてみましょう。ひやみかち節をお届けします。ちなさだおウィズ上川成人さんです。CM 行きます。その前にちょっと喋ります。はい、私ですね、年賀状の中にこの文句を入れたんですよ。はい、そして、虎にまたがりコロナ退治の初夢を見たいものだというふうに書いたんですけどね。山内製品さんも最初はね、その虎年から来たのかどうかっていうのは分からなかったんで、
それに羽をつけて太平洋を渡っていこうというんですね。非常にスケールのでかい、まあ、考え方だなということで大変感心した覚えがあります。ぜひ虎にまたがってコロナ退治をやってみたいなと思います。そういうイメージね、ツイキャス来てます。カープボーイさんが、前志郎さん、ゆきさん、皆さん明けましておめでとうございます。お正月は前にティーサージパラダイスで聞いたんだけど、新正月と旧正月と16日にもうお通し玉をもらう地域があるみたいだけど、これは地域なのかその家の話だけなのかどっちなんでしょうね。わらそれ家じゃないかな僕も子供の時は無邪気でね、はい、お年玉の代わりといってあちこち訪問して大変迷惑をかけたなって感じがありますけどねどの正月にですか。旧正に。旧正に、やっぱりじゃあ旧正だったんですね。今旧正にそれをやる人はいないですよね。いないだろうな、はい、新正ではいるでしょうね。新正ではいますよ、でも子供としてはね、痛む機会でもらいたいからお年玉の代わり頂戴って回ればあげる人もいるかもしれません。あまりいらないことは言わないでもらってでは一旦 CM です。沖縄手帳発行人の時間をお送りしております。お相手は、はい、手帳発行人の前城徳七です。では今日はお正月の話をしておりましたが、次の話題に行きますか。はい、はいはい、あ、はい、私が言うんですね。1月4日、秋篠宮第二皇女佳子さまのお印に優奈を採用。1995年。はい、優奈というのは沖縄の人は分かりますけどね、海岸に行くと結構ね、背の高い木なんですけど、綺麗な黄色い花が咲いてるんですよ。本当に海辺にありますよね。海辺、はい、で花が咲くのは夏のところですね。6月から8月にたくさん咲くと、実はたくさん咲くんですよ、本当に木に。そして最初は朝のうちは黄色い花で、午後になると、色が変わってくるんですよね。はい、色が変わって最初びっくりしました、オレンジ色になるのかな、黄色いオレンジ色になって、落ちてしまうと。でたくさん下には花の落ちたのがあると。でも翌日行くとまた花が開いているという、とても可愛い綺麗な花なんですよ。でこれは芙蓉みたいなひらひらした綺麗な花ですよね。そうそうそう、芙蓉というかハイビスカスの種類に入るらしいんです、で日本名、和名ではですね、これは何だったかな、大浜坊というんです。優奈というのは沖縄方言なんですね、沖縄方言の名前で、佳子さまのお印に採用されたというのは非常に珍しいなと思ってここに書いたんです。で1995年ですから、実はこの1週間前に佳子さまは誕生してるわけ、はい、
で誕生して7日目に優名をつけたと。まあこれはお印というのは何かというと、本人の持ち物に対して名前を書くんじゃなくて、あのマークをつけるわけですね、うん、だから佳子さまの持ち物にはこの優名の花のデザインがつけられるわけです。で皆さんそういうものを持ってるわけですね、例えば紀行様、母親の紀行様だと、あのあやめ、ひおぎあやめというあやめの一種類ですね。それから結婚問題で非常に有名になった騒がれた眞子さんは、あの木工バラという中国産のバラの一種だとかですね、皆さん決まってるんですよ。な、うん、で決まってるのかと、まあ、あまりも不思議には思わなかったんですけど、うん、その理由を聞いてなるほどと思ったんですけど、うん、昔は偉い人、高貴な身分の方の名前を呼ぶのははばかられたらしいんですよ。名前を呼んではいけないんですよ。それで本人の名前を呼んだり書いたりしないで、本人のことを示す印を作ったと、はいはい、それが印で優名。本当普通であれば大浜坊という日本語、大浜坊という日本名をつけるんでしょうけど、うん、優名の、あのこの言葉の感覚、語感がとってもいいし優しい感じがするということで、まあ父君母君がこの優名という名前に決めたということらしいんです。非常に優しい綺麗な感じがしますね。で沖縄の人にはこの優名は、あの優名の花でまたよく知られていますね。ゆらゆら揺れる優名の花なというやつ、これもとてもいい言葉だと思います。花言葉は楽しい思い出とか新しい恋ということなんで、この辺はあの、ま、眞子様とは今言わないらしいですね。結婚してから眞子さんというらしいんですねとか あの皇室にとっての恋愛はいかにあるべきかとかいうことで大きな問題が起きましたんで、佳子様も話によればあの外国に出ていきたいという希望をおっしゃっているとかいうこともありまして、日本の皇室はどうなるんだろうかというのが、まあ、大きな新年のテーマになるかと思います。その佳子様のお印が優名の花で、花言葉が新しい恋というのもちょっと非常に意味深だなというふうに思います。まあ、沖縄にとって、沖縄の人にとってはね、あの非常に、こう優しい歌ですし、まあ、心が慰められるような歌なんで、それを皇室の方が使っているというのは親近感を感じるところであるんですよね。でここでまた2曲目ですけど、この優名の花を聴いてみましょうかね。
縄手帳発行人の時間をお送りしております。はい、ね、ゆったりとしたいい曲ですね。あの芭蕉布を作った方と同じ福原恒夫さんの歌ですので、そういう優しさがありますね。さて天皇家の話に戻るんですけど、いつかこの問題もあの沖縄の立場から整理して見ていきたいなと思うんですよね。何しろ天皇家が今は、もう男の後継ぎは悠仁親王のお一人しかいない。で、紀子様、佳子様とか眞子様、眞子様はもうあの皇籍を離脱して民間人になりましたし、佳子様もさっき言いましたけど、もう皇室から逃げ出したいという気持ちがあるらしいんですよね。でこの問題が起きたのはもう20年ぐらい前ですかね、小泉総理の時にこの皇位継承の問題どうするかということで有識者会議を開いて、あの時は女性天皇、女系天皇も認める方向で議論すべきだということが出たんです。ところがしばらくすると男の、男の後継ぎが生まれましたんで、ガラッと話が変わっちゃったんですよね。そこで、女性天皇、女系天皇の話は一旦据え置きにすべきだと、白紙撤回だということになって、最近もこれ安倍さんの時にそうなったわけですね。最近もまた答申が出ましたけど、まだまだ時間をかけて討議すべきだと、悠仁親王のこれからの行方も見ながら議論していくべきだということで、結局20年間決めるのは直訴訟だ直訴訟だということが続いてきたということで、もう本当に唖然とするような感じがするわけですね。ところが国民の意識調査を見ると、ほとんどの人がもう女性天皇、女系天皇は認めるべきだということなんですよ。つい最近やった世論調査でもですね、やってみてみますと、2019年4月の調査でも、皇位の承継資格は女系女性にも広げるべきだというのが 69.8%、 約 70% なんですね。広げるべきではないというのが 11% ぐらいなんですよ。で以前からこの問題について国民の7割ぐらいは女性天皇、女系天皇を認めても構わないということなんですけど、いろいろ見てみると皇室側もそれでよしとするような意見が多いような情報が流れてくるんですね。ですけど自民党の保守派の人たちとか日本会議系がこれは絶対ダメだということで反対をしていて、今でも決着がつかないと。でこのままいくと、この唯一の悠仁親王にが本当に天皇になった時にですね、嫁さんを探すことができるのかとか、本人が嫌がって辞退する可能性もあるんじゃないかというようなことを言われていますので、非常に深刻な問題になっているわけですね。その議論自体が出ている自体は珍しいです、うん、今までそういうことはあったんですか。あ、もうこの議論は20年前からずっと続いていますよね。あ、もっと前は、いや、あったと言えばあったけど、そんなに大きな問題になってなかったんですよ、うん。この反対してる人の理由は何なんですか、ね、これは日本の皇統は男子直系の血で行くべきだってこと、うん、結局何て言いますか、皇室というのはその時代の家族像の表してるんですよね。だから明治天皇なんかの場合は父親が絶対で、そして側室も置いてるという感じの時代だったんですよ、ね。で大正天皇になって側室を大正天皇が拒否しまして、まあ、一夫一妻の中で子供を育てていくと。で子供が結構男の子も生まれたんであまり問題にならなかったと。で昭和天皇になって、まあ、美智子妃殿下の時ですね、初めて子供を自分の手で育てるっていうのをやったわけですね。あ、いわゆる核家族化されてきたわけですよね、イメージとして。それまでは皇后が自分の子供を育てるということはできなかった、やらなかったわけですね。で、そうやって変化してきてるんですね。変化してます、はい。
そして、平成天皇になると、平成天皇の時に美智子様だったんだな、その時に自分で子供を育てるんだということで、子育てを実践したわけですね。でその後今の金城天皇になってどういう家族像を作っているのかというのが問われているんだろうなと思います、ね、で日本会議の皆さんは旧憲法の状態に戻すべきだと、家父長制に戻すべきだということなんで、男が絶対だという思想が非常に強いわけですね。だから女性問題については必ずここで引っかかってしまうわけですね。夫婦別姓だとか今も全部ここで引っかかってしまうと。でじゃあ今の天皇、令和の金城天皇がどういう天皇像、家族像を打ち出しているかっていうのがまだ見えない感じなんですよね。雅子さまが皇室に入るときに全力で お守りしますって発言しましたよね。うん、それから雅子妃の人格を否定する発言があるということまでおっしゃったわけです。でもその後皇室をどういうふうに持っていくのか、あれ日本のシンボルとしてどういうふうに動いていくかというのがはっきり見えないんですよ。まあ、今後出てくると思うんですけどね。まあ、今の金城天皇がいて上皇天皇がいて上皇陛下がいてということで、また秋篠宮みたいに自分の子供が天皇になるあるというのもいて、天皇家の象徴力というのが分散されてしまっているんじゃないかということはあるんですけど、天皇である以上新しい家族の在り方も含めてですね話していかないといけないと思うんですね。この家族の在り方っていうのは天皇家で決めたものをこの優先させていいんですかね。いやそうではないんですけど、うん、結局国民の希望する期待する家族の像というのを天皇が作っていくという形になる。それに反したことできないわけです。だとしたらそこ大事ですよね。だから古い考えの人の中には側室を持つのを復活するべきだというのもあるんですけど、とても今は受け入れられないわけですよね。この辺は改めてまた整理していきたいと思います。カープボーイさんもいろいろねメッセージありがとうございます。女系難しいな。個人的には男系で続けられるところまで続けて、それダメになった時に考えたらみたいな。ねえ、ね、ね、いつか取り上げましょう。あ、クイズの回答やらなきゃいけないんだ。はい、お願いします。和歌山牧水の日がトロピーにあるってことで、はい、何の歌でしょう。はい、私もびっくりしました。こんなのがあるんだなというのはびっくりしました。でここにあるのはですね和歌山牧水の一番有名な歌、生山から越座で行けば寂しさの果てなん国ぞ今日も旅行く、この詩があります。で何であるかということなんですけど、宜野湾市と和歌山牧水の出身の宮崎県の東郷町、今は日向市と合併して日向市東郷町です。そこが姉妹都市縁組をして、そこからの、まあ、贈り物なんですよね。じゃあなぜ姉妹都市縁組したかというと、戦争前の何だったっけ、わあ沖縄手帳発表人の時間、また来週を聞いてください。サイン札の提供でお送りしました。ありがとうございました。はい、違うのも分かんないこと